調子が出てきたぜ。ソイ今クエストやってます。ちょっと一撃行ってきます。ソイルーさん使ってるんだけど、よくわかんない上にいちいちうるさい。ルーさんテンション超高い。はい、終わり。なんかこれ3匹はもうやってたっぽいんですよね。あ、ソルジャーベルハ誰の？あ、新アーツだって。見てみよう。アーツの、ワイルドビート。あの、ライン系、リンちゃんとかハブってんのかなってちょっと思ったんですけど。わかんない。で、武器、ソルジャーアサルト。じゃないか。なんだっけ。そこに人がいるのですよ。これはジージョ。ちょうどいいと思う。はい、良いけども、アームズとは何か。はい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 、うんうん、メピネス、あ、待って、なんかなんとかモーダンメピネスってオーバード、私もドール乗ってないんですけど、むしろ、あ、そうなんだ、あ、話したことないんだ。はい、あと取りに行ってくればいいの。でも絶対敵いるよね。受けます。結構遠いね。ではそちらに向かいたいと思います。この辺、この辺らしいです。この辺、この辺、なんか出るかな。あ、何も出ない。何も来ない。何も来ないよ。やったね。その辺。その辺。この辺。この辺。この辺。何を言ってるんでしょうね、この人が本当に。ん？何何？突然のムービー。ああ、さっきの人だよね。ガチで困ってたの。今目が良かったね。なるほど、ここで、ここでまさかの戦闘ですね。そい、崩しが入りました。転倒したい、転倒したい。全然溜まってねえ。格闘戦使い、こっちを捨てからにしたいな。今なら接近戦が有効よ。ヒルミー崩し、転倒、そして、あ、クラススキル初級、どこにいんの。今度はこっち、その辺、この辺です。この辺、この辺。ちょ、ジャンプしたことによって君、大丈夫。はい、命まで助けてもらうことになろうとは。あー、でも洞窟ね。うん、取ってきたよ。破壊されたジージョのドールから取り出したメモリーチップ桜葉の新兵器を利用使用して原生生物と戦った際でのデータが収められていると。うん、どんな新兵器か尋ねる。
一応興味を持っとこう悪いけれどそれは企業秘密。そっか残念。はい、コンプリート。楽しいね。はい、磯部さんに会ってこなくっちゃ。うん、よしよしよし。今のジージュさんってたまたまこうクエストやるときに見つけたけど、ゲームパートにはやっぱいる人って乗ってないよね。定期的にいろんなところを回っていかなきゃいけないんだね。というわけで収集以外のなんか討伐系をやりたいな。ちょっと夜のクエスト、うん、夜にしたくてちょっとこっちに来たんですけど、ロスコルって人がやっと来てくれたかはい、発言が理解できないのでコレペディアの一員一緒じゃん。あらあらあら、大変うなずくって。はい、なんか無難な選択肢を選んでしまいますね。あー、また話をしてないね。いかんね。なんか話したつもりだったんだけど、いかんね、本当に。はい、行きましょう。あ、ナビゲーションやっちゃった。まあ、いっか、また後でやろう。なんか明らかにやばいこの辺はい、来ましたよ。来るな、サルタートに食われて死ぬ。いやー、嘆いてる暇があったら原生生物を倒していきなさいよ、この役立たず確かにいっぱいいるね。諦めるなよいや、むしろさ、まだよく襲われてないよねっていう話になるんですけど。この辺よいしょ、近くのから行きましょう。はい、こっちおいで。エルマさん、エルマさん、エルマさん、あまり銃を撒き散らさないでよ。あー、2匹来たね。挑発してる。あ、でも言うほどそんな強くない。はい、次。場所が良くない。涼しい。テント、ソイ、ちょっと待ってよいしょ。あ、なんか動いてる。 HP 回復だって。はい、あー、間に合う。やった、回復してみる。ほい、166。ダブルリキャストになったらどんぐらい回復するかね。はい、次、次どっち、次どこ。あ、そっち。私なんか HP がHP が少ないでごわす。涼しい。テント、はい、OK。 次、最後ですね。よいしょ。
です。誰か点灯お願いします。回復、崩し入ってるね、使えないね。おい、やった。すごい音するけど、あ、外出てるめっちゃビリビリしてますけども、はい、妖精で救助に来たと話す。荷物の方は無事なのかはい、無事の確認をしましょうね。ドケチ、あ、そうなん。いや、でもやっぱ命は大事だからね。うん、どこにあるの ハワードにこのヘリが守れるのかこれよく引き受けよう。これどうしたらいいんだ。これペリアなんかな。ちょっと一応持ってるかどうかだけ見てみるか。ちょっと待ってね。球体電磁モーター。まあでも持ってないからね、持ってないから出てるんだよね。ナビゲーションボールも出ないよね。で、やっぱこれクション系か。この辺ぐるぐるしてたらいいかな。教えてくれてた。球体電磁モーターはここから北の像の花を渡って、さらに先に進むと大甲岩の北東にある岩山が連なった一帯。はい、来たね。ちょっとあまりに黙ってやりすぎてさあれなんですけど、今すごいとんでもない冒険してますね。えらい北に来ました。本当に北に来た。広い夜行の森広い。ちょっとゲームバトルしかないよね、地図から。ちょっとどの辺にいるとか言いづらいんですけど、もう本当にどこって感じ。東の高台に近寄っちゃダメ。あ、てかこの辺でさ、またキャンプ張ってるってすごいですね。双子なんちゃら山らしいんだけど、山が連なる、もうなんか全然わかんないね。こっから向こう行けないよね、さすがにジャンプじゃ。いつか本当にわかんない。とりあえず今どんな状況かっていうと、まあ、真ん中を通ってますね。大陸の真ん中をひたすら北上してる感じです。でもこっから先行けないから、さすがにちょっと右あたりを行こうかな。落ちる、行きますよ。ひょーい、経験の力に。あ、この星でも変わらない。これじゃない、これよりもまだ北だっけ。まだ北に行くのもう良くない。しかもさ、そっからまたさ、これペリアコレクション取んなきゃいけないんだよね。これより北、待って、なんかいる。ワームっぽいのいる。怖ー、まあ、とりあえず襲われないっぽい。あれはやばいね。ちょっとこの辺に、あ、あった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 。え、一応四角とかじゃないからいいけどさ、気持ち悪い。
あーめっちゃ守ってる。この辺、この辺落ちて大丈夫。上か。この辺上ね。その辺、この辺、この辺。お、いけた。この辺やった。よし。で、あの子はずっとあ、そっち向いてるっぽいから後ろ通っても大丈夫だよね。この辺。よし、OK。で、この辺のコレペディアを取って、北東だって、だからもうちょっと東に行かなきゃいけない。落ちる、落ちる。この辺。この辺に行きますかね。山が連なったところだって。敵じゃないよね。この辺。山が連なってもなんかもう全部が連なってるように見えるんだけど、駆け抜けるかここは。この辺、その辺。あ、キャンプだ。ちょっとランドマークをそろそろ。ランドマーク、よし、オッケーオッケー。死んだらまたこの辺からっていうことだよね。拠点を築こうとしている人。なあ、赤い根っこみたいなのが生えてる。ちょっと見てみようか。とりあえずあのグローブを設置したい。こんな近くにさ、キャンプ作ってるんだったらこうやっとけよってお話なんですけどそういうことは言っちゃダメですかね。ん？なんかあれ、もしかして拠点築こうとしてるって。じゃあ近づかない方がいいかな。その辺、山が連なる。この辺ってつながってるのかな。その辺わかんない。この辺、その辺ってなんか映っちゃったの私どうなんだろう。この辺、その辺って前から言ってたよね、私多分わかんないこの辺。ルーさんがさ、なんかひたすら言うからさ、なんか気になるというかもうでもだいぶ北に来ちゃったから、もう北すぎるかな。逆に北東だから東に行きたいんですよね。多少なりとも東っぽいところに。あー、なんか洞窟っぽいんですけど。あー、怖いんですけど怖いんですけど。サメの口。あー、怖い。その辺。サメの口とかではなかったよね。レベルが高いな。広いんかな、ここ。なんかさ、前に引き岡なんかの時に夜になったら四角型に変わるよっていうコメントを見たような気がするから、これ昼にしたらいけるかな。まあ、ちょっとどっちにしろ洞窟じゃないもんね。だって山が連なったところだから外なんかなって思ったりもするんですけど、あれ取りたいけど取れないな。ちょっとレベルが高い今やるクエストじゃないのかな。なんかゼノブレイドもそんな感じだったよね。そっか、夜と昼、この辺コレクションアイテムを拾えるの違うかな。
と今ふと思った。あまりにわからなくてちょっとググってみたんですけど、なんかレベル低かったらやっぱちょっと厳しいのと、なんだろう、ちょっと厳しい厳しそうなのでやめときます。なんかこっから先に行かなきゃいけないのかな。なんかとにかく厳しそうなのでこれはちょっと諦めます。あとね、そのコレクションでやっぱり落ちてるみたいなんですけど、結構なレアみたいで、ちょっとそれをまたなんか敵に追いかけられながら取るのも難しい話なんでね、ちょっとあの二人には申し訳ないですけど、これは後ほどレベルがもっと上がって余裕ができた時にやろうかなと思います。あーでも本当に結構遠くまで来ましたね。さっきやろうとしていたクエストをですねしに来たんですけどなんかクエストを言ってる人が、あ、同じコレペリアンだ。喧嘩してんの？はい。あー、はぐれちゃったの？うん。どうだろうね。本当にこういうの究極の選択すぎて、ちょっと私にはマジで、ちょっと待ってね、ゲーム的にこれかね。現実はそうじゃないかもしれないけど、ゲーム的に北にあるシークルイは、はい、またなんかどうしよう永遠に始まらないんですけど、私のやりたいクエストが。はい、来たね。どんぐらい来た？あ、結構来た。ちょっと待って、これは移動した方が早そう。いたいた、すっごい普通に立ってるけど。よ、はい、玉突きて通信端末までなくしちゃった。モニカが心配してたよ。うん、オーバーそっか、はい、は？そう自分でさ、結構遠いんですけど自分取り行けばいいのに。一応近くにプローブあるけど、ちょっと飛んでみようか。じゃあどこのプローブだろう。あ、近そう。その辺、この辺、この辺、この辺、どうせ上でしょ。この辺、あ、今なんか赤いの見えた。この辺、あ、全然赤いのってこれダメじゃね。これ見てるよね。寝てるからいいの？走ったら間に合う。走るよ、行くよ、ほいあ、ダメですよね。これだと取れないもんね。取れないよね、これ寝て時間変えたらいいのかな。めんどくさ余裕でいますね。やっぱ倒せるレベルじゃないとダメなのかな。ちょっと後ろからジャンプして、その辺、この辺、取れたしかもバレてないっていう
取れた取れた、イエーイ。どうだ、はい、持ってきたよ。はあ、はい、どうぞ。はいはい、迎えに来てくれるって迎えに来てもらうんかい。もうそろそろだと思っていたんですよ。まだあるんかんの。はい、は俺んとこに来た討伐以来やってみねえね、意味がわからないんですけど。バサルトって猿？いや違う、バサルトって、はあ、興味示してあげましょう。まあ討伐系だからね、あの何、わかりやすいっちゃわかりやすいというか、あの何、明確というか。あれっぽいけどこれも気になるんですよね。これって倒したことあったっけ。なんかあるようなないような、一応倒しときます。欲しい欲しいね、お尻。そういえばさ、前さ、なんかりんちゃんがさ、エルマさんに今日の晩ご飯は何にするのって聞かれて、りんちゃんがタツターゲですって言ってたけど、あれってタツのこのタツのの揚げ物っていう意味だったのね。いう冗談に編集しながら気づきました。じゃあ戦いましょう、こいつ。ん？合ってる？合ってるよね。気楽に行きましょう。腕前見せてもらうわ。違うわ、これだ。続けて接近戦よ。プロテクションモード、スターリーレイドワインダー、サイドワインダー、行くわよ、エリドサイクロン。風水師誰か前頭入れるかな。スパイラルフォン、入れない、入れないね。キロテートエリモシレクション、オーバーエッジ、アクホー、足をやろう。あれまだダメ。おー来た、いいじゃん。間に合ったかな、間に合ってなさそうですね。頭、誰も転倒させませんでした。お、また崩し、いいね。私は転倒できません。おー、多いのかな。あ、間違えた、マハカーやっちゃった。その辺。さあ帰りましょうか。あ、終わったんか。自動的にクエストが終わりましたね。